日本共産党の正本悦子です。今どこへ行っても安倍さんは怖い、子供や孫が戦争に取られてしまうと心配される方が本当に多いんです。私もそう思います。私は若い頃からずっと平和運動を続けてきました。世界の流れは、国際紛争は武力でなく話し合いで解決する方向が大きくなっているんです。先日北海道の陸上自衛隊の3万8000人が家族宛ての遺書ともいえる手紙を書かされました。安倍総理は自衛隊を我が軍、軍隊と言ってはばかりません。アメリカの戦争に協力するために日本の若者の命を奪う政治は間違っています。地方自治体も平和な社会に向けて最大限の努力をすべきです。兵庫県は未だに平和都市宣言をしていません。県議会も憲法改定決議をするなど、あまりにも平和を守る意識が低すぎます。平和を守れ、憲法9条を守れの声は地方からもっと上げるべきです。そのために私、正本悦子は全力で頑張ります。